こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日は牛肉とナスの生姜醤油炒めにしました。もうね、暑いからね、生姜を効かせてね、さっぱり美味しく食べました。で、材料と分量はここに出てるこれです。これね、牛じゃなくても豚でも美味しいです。そしてね、ワンプレートにしました。おにぎりにして、みんながね、ちょっとでも食べるように。ナスは食べやすい長さに切って、くし形に切っていきます。そして水にさらしてアク抜きをします。こうね、今日もね、最高気温が30度になってたからね、もう子供たちも夫もね、きっとね、もう暑いと思う。いや、絶対暑いと思う。だから、少しでもね、食べれるようにおにぎりを昨日はね、握ったらね、あっという間に4合ペロリと食べました。で、ピーマンはもう適当にね、食べやすい大きさに切って、合わせ調味料の分量は左に出てるこれです。声がね、だいぶ治ってきた。あともうちょっとだね、カスカス。で、フライパンにごま油を熱します。で、煙が出てきたらね、鍋が温まった合図なので、お肉をドカンと入れます。で、炒めていきます。あとちょっとカスカスだな、困るな。早くこう前みたいにピャッピャーって出ればいいんだけど。で、お肉にあらかた火が通ったら、ナスをドカンと入れます。で、ナスがしんなりするぐらいまでね、炒めていきます。だんだんナスがしんなりしてきたかな。ナスがね、こんぐらいまでしんなりしてきたら、今度はね、ピーマンをドカーンと入れます。そしてピーマンはね、ちょっとシャキシャキ感が残った方が美味しいので、ざっくり混ぜます。で、合わせ調味料をザバッと入れて、全体を炒め合わせます、で、全体に味がね、馴染んだら出来上がりです。もうね、本当にすんごい簡単だけど、さっぱり美味しく食べれるから、暑い日にはおすすめです。昨日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。